きらの中には何が入っているの？遅くなってもいいけど、あんまり遠くには行かないでね。夏祭りがあるんだってさ、いつか行けたらなんて。二人でこのまま続けて暮らそう。さゆりさんの夏という曲でした。もうすぐ夏ですね。ということで次の曲は春を待つ曲を。そろそろ。そろそろ春ですね。なべなさんのラプンツェルって曲なんですけど、ラプンツェルの原作知ってますか？童話なんですけど、まあ、ディズニープリンセスのイメージ強いと思うんですけど、なかなかエグくて、原作私高校1年生ぐらいの時に知って結構ショックで、あの気分の沈みを3日間ぐらい体験したんですけど、まあ、気になる方調べてみてほしいんですけど、王子様かな、相手役の男がいるじゃないですか、相手役があの塔から落ちて目がこぼれ落ちるだったか、バラのトゲに刺さって失明するんですよ、とりあえず、という、まあ、なかなかのネタバレをしたんですけど、なかなかえぐいので、もうちょっとさらに内容えぐいので、まあ、気になる方調べてください。はい、ということで、なべなさんのラプンツェルという曲をやります。あ、やべえ、ちょっと待って、次の曲やり、ナベナのラプンツェルという曲をやります。お願いします。飯食べをしてI'm not afraid to die.
けというかちょっとあれなんですけど、なんだっけ、お断りというか言い訳なんですけど、本当は医者から声を出すなと言われてまして、まあいいやと思って出ちゃったんですけど、その秋ライブとか本当は組んでたんですけど、そのせいでちょっとごめんなさいってなって、組んでくれた人本当に申し訳ないんですけど、明日から徹底的に黙るので治ったらたくさんまた組んでください。で最後の曲、空白ごっこの19って曲なんですけど、まあ私もう少しあと1ヶ月ほどで20歳になります。まあ、19歳はですね、まあ、社会人になろうと大学生になろうとある程度自由が利くようになってバカをやらかしやすいと思うんですけど、まあですので、まあいや、いろんな人から言われるんですよ、19歳バカやらかすから気をつけなみたいな、もう少しで終わるなって思うんですけど、まあ、1年生19歳の人とかたくさん多いと思うので、やらかさないように気をつけてほしいなっていうのと、まあいつか大人になったら、まあ、バカだったなって笑えるんじゃないか、笑えたらいいなと思います。何を言っているんだということで、最後の曲ですね。あ、そう、私ギターがすごく苦手でして、怒りの でして、ですので、あの転調ができなくって、あのバレーコードができないせいで、なんかちょっとこの変なグライダーカポみたいなやつを使ってるんですけど、あのもたつくので、もたつかなかったらおおって思ってください。最後の曲、空白ごっこの19という曲をやって終わります。鳴沢りおでした。傷をつけた私のことも
がとうございました。